よーす、はじめ社長です。ついに0214MAX 深夜徘徊を始めます。職質問です。夜の公園僕好きなんですよ。わかる？この感じ。まあ、ちょっとまずね、夜の公園の素晴らしさを教えてあげよう。聞こえますか？セミが鳴いています。公園のライトの明かりを朝と間違えて鳴いているのでしょう。大バカ者です。はい、こんにちは、じゃない、こんばんは。7月の22日月曜日は土用の丑の日なんで、ローソンで注文したうな重、うなぎ弁当っていうの、うなぎ弁当を夜の公園で一人こっそり食べようと思います。不審者ですよ。気持ちいいね、ここまで不審者まで来たら。まずそもそも土用の丑の日って何なんでしょうね。そっからまず教えてほしいです。わかんないんですよ、なんで土用の丑の日っていうか。こんな感じです。へへへ、うひょー。じゃあいただきます。ちょっとなんで土用の丑の日っていうか、誰かコメントで教えていただくとありがたいです。うまい。僕魚嫌いなんですよ。寿司屋で唯一食べれるのがレッドサーモンなんですけど、うわ、めっちゃこぼした。うなぎは食べれます。さすがローソン。僕の話になるんですけど、8月の中旬ぐらいにちょっと僕一回ローソンちょっとおりますんで、何しようかな。ローソン終わったら商品紹介続けるか、全く違うことするか、ちょっとまた迷うとこなんですけど、また考えてみますわ。ローソンは本当にいいコンビニだよ。うん、入って思ったけど、美味しいし、パンとか本当になんかおせちとかじゃないですよ。捨て間とかともなく、もう心の底から結構好きなんで、なんかね、本当に俺をきっかけにしてみんなローソン行く機会増えたらいいなって思います。うひー、ぐちゃぐちゃだ。このうまさを表現します。うまい。ちょっと夜なんで本当に声出しちゃダメなんで、そこら辺ご理解のほどお願いします。ぜひね、土用の丑の日、意味は分かんないんですけど、うなぎ食べよう。じゃあな。